今年も梅雨の季節を迎えました。この時期は梅雨前線が1ヶ月以上にわたって日本列島に停滞し、集中豪雨や長雨の原因となります。そのため河川の増水や氾濫、道路の冠水、家屋などへの浸水被害、土砂災害などが非常に起こりやすくなります。また夏から秋にかけては台風や高潮が発生しやすい季節です。市民の皆さんは風水害に十分気をつけてください。大雨や台風、土砂災害など風水害対策の基本は情報収集です。風水害はテレビやラジオ、インターネットで最新の気象情報や予報をチェックすることで災害に備えることができます。ここからは備えの一例を紹介します。これはおおよそ1000年に一度の想定最大規模の降雨による洪水ハザードマップです。想定される浸水深に応じて避難可能な避難場所および避難所等を記載しています。赤色は使用不可、黄色は2階以上使用可能、オレンジ色は3階以上が使用可能、白色は全ての階が使用可能ということを示しています。市の指定緊急避難場所および避難所については射水市のホームページに掲載しています。続いて避難情報についてです。風水害や土砂災害の発生の恐れがある場合には5段階の警戒レベルを用いて避難に関する情報を発信します。警戒レベル3、高齢者等避難が発令されたら、高齢者や障害のある方など避難に時間を要する方は危険な場所から避難し、それ以外の人も避難の準備をしましょう。警戒レベル4、避難指示は対象となる地域にお住まいの方全員の危険な場所からの避難を促すものです。この警戒レベル4、避難指示の発令をもって対象地域の方は全員速やかに避難してください。警戒レベル5、緊急安全確保はすでに災害が発生、切迫している危険な状況で発令します。この段階では安全な避難が難しい状況ですので、ご自宅などその場で直ちに身の安全を確保してください。市から発令される避難情報を踏まえて迅速な避難を心がけましょう。次にマイタイムラインについて説明します。マイタイムラインは気象情報に応じた避難行動を家族で共有しておくものです。表の右側ではご自宅の災害リスクや避難場所、情報の入手手段、非常用持ち出し品などを確認します。そして左側は気象情報に応じてどのような行動を取るべきかをまとめたものです。平常時は災害リスクの確認、早期注意情報で非常用持ち出し品の準備、警戒レベル1と2で今後の気象情報を注視します。警戒レベル3、高齢者等避難では、高齢者や障害者など避難に時間を要する方は避難し、警戒レベル4、避難指示では災害が発生する可能性がかなり高いことから、危険な場所から全員避難してください。警戒レベル5、緊急安全確保は、すでに災害が発生しているか、危険が切迫していることから、直ちに安全確保を促すものです。このマイタイムラインについては、広報7月号の防災コラムでも取り上げています。市のホームページからも確認できますので、ぜひご家族で話し合ってみてください。
市の公式 LINE やメール配信サービスでは、大雨警報などの気象情報や市の防災情報を配信しています。ホームページから登録することができますので、ぜひ情報収集にご活用ください。以上、防災・資産管理課からのお知らせでした。